ウルトラトワラーズ YouTube ラジオスタンバイユー。皆さんの悩みを全力のゆるさでお答えするウルトラトワラーズのラジオスタンドバイユー。視聴者の皆様から SNS でいただいた質問相談をウルトラなりに答えたり、マニアなトーク縛りを話したりするまったりラジオです。寝る直前、一日の終わりに布団の中でぼーっと聞いていただけたら嬉しいです。ということで皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日のパーソナリティは少子が務めさせていただきたいと思います。ということでですね、皆様、猛暑と戦っていらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。なんか結構コロナも流行っていたりとかするみたいですけども、体調を崩されていなかったいないでしょうか。大丈夫かな今日。はい、そんな感じでですね、いよいよ、僕たちも YouTube で結構世界大会特集をですね、毎週のようにラジオで話したり動画でお届けしたりしてきましたが、もう本当にいよいよ出発まであと10日となりました。で、まあ昨日インスタグラムの方で、まあ最後、世界大会前最後の僕のラジオになるので何を話そうかなと思って質問をお寄せいただいたんですけど、まあありがたいことに世界大会のことで結構質問が来たので、今日は世界大会特集最後総集編という感じで、ちょっとね、皆様にお届けしたいものが、質問をいただいたのでどんどん話していきたいと思います。イニシャル7さん、代表のスケジュールとか部門別の人数とか常識なことも話してほしいです。そうですよね。まずそもそもなんか僕たちなんか知ってる体で話しちゃってきてたと思うんですけど、日本代表選手はですね、まあというかまあ世界各国共通なんですけど、まあソロ、ペア、チームが3部門ありまして、ソロはジュニア、シニア、それの男子、女子。そして、ペアは、ジュニア、シニア、そしてチームという部門があるんですけど、ソロは各部門3選手が代表選手で、出場します。そして現地に、各1人、なんていうの、現地控え選手という補欠のね選手がいらっしゃるので、まあ、各部門4名の選手が代表として帯同します。なのでジュニアとシニア、男子女子なので4、4、4、4、8、そうですね、8、2、16名の、ソロの選手が現地に行きます。そしてペアはですね、今までは各ジュニア、シニアで1ペアずつが各国の代表だったんですけど、今年から各国代表を2ペアとなったので、ジュニア2ペア、シニア2ペア、となりました。そしてチームも同じく各国、1チームなのルールだったんですけど、今年から2チーム、出場することになりましたので、そんな感じで各国ですね、部門別の人数はこんな感じになってます。で、まあちょっとここからちょっと脱線するとですね、まあ割とこう毎年全日本選手権とかに出ている選手とかは、あ、この体育館でやるのかっていうのは大体想像つくじゃないですか。なんですけど、割と世界大会ってあんまりそこまでの情報がないまま現地に行って、まあ、体育館を見る、まあ、アリーナですね、アリーナを見てやるっていう感じなので、まあ、結構滑ったりとか、なんか結構床がボコボコしていたりとか、まあ、天井はあるのになんかセンターだけパイプがあってなんか天井投げられないよねとか、いろんな状況が結構ね、日本では考えられないのような状況が割と世界大会では起こりうるんですけど、まあそれでみんなでこう日本代表選手でここはどうだよとか、ここの場所でバトン投げると見にくいからもうちょっと前の方でやった方がいいかもしれないっていう情報共有が、うん、代表選手、まあ別、それぞれ別々のチームでも情報共有されながらこう決勝に向けていくっていう感じが毎年あるんですけど、なんかそれがいいなと思って、なんか日本代表みんなで戦っている感じが毎年いいなと思って、うん、なんか敵味方関係なく、まあ、日本代表としてみんなで情報共有するっていう時間が割とあったりしますね。で、今年はですね、世界大会は8月の、7日に夜、現地時間の夜に開会式があります。で、
夜開会式あるんですけど、その前にショートプログラムですね、個人のショートプログラムというものの部門が先に競技された後に、開会式8月7日現地時間で7日の夜なので、おそらく日本では8日の朝ですかね。ちょっともうちょっと調べて、ここら辺は僕たちのあの個人のねインスタグラムになると思うんですけど、ストーリーであげたりとか、僕たちの YouTube で次の日のスケジュールとかもあげたいなと思うんですけど、開会式は8月7日になります。そこからフリースタイルの次の日がペアの予選ですね、だったりとか、またその次の日にフリースタイルソロの予選とか、だいたいこう1日1回ですね、割と日程に余裕があるので、だいたい本番を迎えるのは、まあ、全日本、日本でやる大会だと1日に3回とか4回とか踊る選手もいらっしゃると思うんですけど、だいたい1種目なので、みんな、その選手はだいたい1日1種目本番を迎えるっていう感じで順番に本番を迎えていくんですけど、まあ、決勝ですね、まあ、我らが小柳舞選手はフリースタイルソロも出てたりペアも出てるので、決勝に残ることができたら、まあ、1日演技をしたりするっていうこともあるんですけど、まあどうですかね、まあ過酷といえば過酷なんですよね。毎日、あ、今日はフリースタイルのソロの本番だったり、次の日はペアだとかいう、まあ何種目も出る、まあ、小柳舞選手だったりとかは結構過酷な、4日間かなになったりするのかなと思うんですけど、まあ普段の全日本選手権よりは割とこう緩い感じで、日程的にね緩い感じで進んでいく世界大会です。なんですけど、まあだいたいずっと会場にいるってわけではなくて、日本代表選手、別の選手が演技してる時に、その日に本番がない選手は日本代表が借りた、練習会場に行って、そこで練習をするっていう感じですね。で、今はライブ配信があるので、日本代表の選手のライブ配信をその現場で見て応援したりとかしますね。だからまあそれぞれこう毎日練習をして、だから大会会場であんまり他の選手を応援するっていう時間はそんなにない感じが今までの中ではありますね。ちょっとまだ練習会場のスケジュールがまだ出てないんですけど、割とこう本番がない日は別の練習会場で練習して、で、まあ、時間が合えば本番会場に行って、まあそこでやってる本番を見るっていう感じのスケジュールが進んでいきます。なんですけど、まあ日本みたいに朝から晩まで練習するっていうのはなくて、まあだいたい3時間、長くて5時間ぐらいですかね。1日5時間ぐらいの、まあほぼほぼ調整の練習をして、あとはだいたいの代表選手は外の、まあ宿泊先の近くの、まあ公園だったりとかで、まあロールとかできることを練習して、まあ本番に臨むっていう感じの、まあスケジュールになるかなと思います。はい、そんな感じで世界大会進んでいくんですけど、まあそこら辺もね、そうですね、皆様にこう何かこう知らない部分をお伝えできるような YouTube を、ね、あの大会だけじゃないところの裏側の部分をお伝えできるような、うん、YouTube を上げれたらいいと思いますので、またちょっとそれをお楽しみにお待ちいただけたらなと思います。はい、さらに質問来てました。イニシャル B さん、誰と一緒に飛行機に乗るんですか。今回はまあ、コマちゃんチームですね。コマちゃん、舞ちゃん、そして川口調べ選手、そして僕と、まあ、上田瑠香選手、大体5人と、まあ、そこの関係者の、まあ、先生方と、まあ、一緒に、大体関東のメンバー何人かで一緒に飛行機乗っていくっていう感じですかね。はい、そんな感じです。うん、次の質問。世界大会見どころ、関東の選手たくさん押してください。そうですね、僕はもうちょっと関東にいるので、まあ、関東の選手をもちろん応援したいんですけど、推しの選手、世界大会見どころですね。僕はこう世界大会に出場してた時に、もちろん日本の選手ってすごく上手なんですけど、またちょっと違った持ち味、魅力を持った海外の選手がすごい好きでですね、もちろんこう海外の選手なんで、まあ皆さんご存知の通り、すごくスタイルがね、もう本当に人間離れしたようなスタイルで、すごいバトンの上手な、顔もちっちゃいような選手がいらっしゃったんですよね、当時ね。僕はその選手に世界大会に行くと会えるお話をできるっていうのをすごい楽しみにしてて、まあ今は現役を引退されたんですけど、ぜひなんていうの、インスタライブじゃない、なんていうの、なんだっけ、ライブ配信か、ライブ配信で見てですね、あ、この選手かっこいいなとか、この選手めちゃくちゃ可愛いなとか思った選手はですね、
ぜひなんか名前とかをインスタグラムの方で調べていただいたら、まあ、これって結構ね日本人選手の課題だと思うんですけど、海外の選手ってめちゃくちゃフォロワー多いんですよね多い選手が多くて、やっぱりどんどん発信してるっていうところはやっぱり日本人選手も見習わないといけないところだなとは僕は思うんですけど、本当にもうスター選手が多いんですよね。なのでぜひこの選手のこの衣装かわいいなとか顔かわいいなとか、すごいもちろん技がすごいなとか上手だなって思った選手の名前をですねインスタグラムで調べていただいて、こうフォローしてその方を応援するっていうのは結構ね見どころだと思います。うん、なんか日本選手はもちろん全日本選手権だったり各地区大会で演技披露されてたりとかするので見たことはあると思うんですけど、なかなか海外の選手っていうのは日本にだけにいると見ることができないので、ぜひライブ配信で推しの選手を見つけるっていう推し活ですねをすることを結構おすすめですね。うん、本当にそれは僕も結構楽しみにしていたので、はい、そこら辺はおすすめだと思います。はい、次の質問、イニシャル N さん、前ラジオで8月は1週間しか日本にいないと言っていましたが、その期間は何をする予定ですか？そうなんですよね、僕世界大会行った後1週間日本に帰国した後にヨーロッパのワークショップツアーにまあ、コマちゃんと行かせていただくことになって、8月はほぼほぼ1週間ほぼほぼっていうかもうほぼ確定なんですけど1週間しか日本にいなくて、なんですけどもちろん日本でのチームだったりっていうのは進んでいくので、それの調整ですね、今絶賛振り付け時刻なのかな、わかんないけど、はい、ですけどそれの、まあ、調整を1週間怒涛のようにやってまたヨーロッパに行くっていう感じなので、休みは多分ないですかね、うん、と思います。まあ大事な1週間にしたいなとか思ってますけど、まあありがたいことですねそれは。はい、そんな感じですね。最後の質問、イニシャル M さん、あと翔一さんの世界大会に必ず持っていくもの見たいです。見たいか、僕ストーリーあ X にあげたのかな、食料をですね Amazon プライムで大量に買ってですね、まあこれは円安なので現地での食費がめちゃくちゃ高いぞという、まあ、情報をいただいてですね、なのでできるだけまあ、もちろん日本食を食べた方がいいと思いますので、まあ、できるだけこう節約でいきたいなと思っているので、まあ、食ですかね、まあ、前回のラジオでも言ったんですけどアルファ米、水で作れる米、お米だったりとかをちょっとずつ毎年毎年レベルアップさせてます。持っていくものこれがあった方がいいよな、あれがあった方がいいよな、で毎年毎年レベルアップしていますね。うん、あとは必ずじゃないんですけど毎年忘れちゃうんですけど、僕こんなこと言うとあれなんですけど、海外のティッシュペーパーってめちゃくちゃ硬いんですよ。なのでもうすぐついて1日ぐらいでめちゃくちゃケツが荒れるんですよねなので今年は日本の柔らかいトイレットペーパーをいくつか持ってきたいと思ってますね。これもアップデートですね、今までの経験を経て。毎年忘れるんですよね、ケツが痛くなってから、あーまた今年も日本のいいトイレットペーパーを忘れたってもんで、今年はこっちからね、いいトイレットペーパーを持っていきたいなとか思っております。はい、そんな感じですね。いやちょっとたくさんいろいろ質問いただいたんですけど、ちょっと喋りすぎたので今回は世界大会についての質問に答えさせていただきました。イニシャル R さん、最後、世界大会に出場する生徒さんへ一言言うなら。いやもうね、いやこうなんだろうな、やっぱアスリートなんでこういうこと言っちゃダメなんですけど、やっぱり自分のやりたいものを2分30秒自分のやりたいことをやろうと、やりたかったこと今まで積み上げてきたものを精一杯を今出せる精一杯をやってほしいっていう思いですね。なんか勝とうとかミスなくいこうっていうよりは今までやってきたことに近い 120% に近いものを出せるようにしようと、うん、いうことを言いたいですね。はい、そんな感じでいいですかね。ちょっとめっちゃ喋ってるな今日。はい、ということで、まあ、いよいよ
10日後出発なんですけど、僕たち、まあ僕くまちゃんはちょっと選手なので厳しいかもしれないですけど、まあ僕のインスタグラムでできるだけこう皆様に世界大会の様子だったりお届けできたり、まだちょっと協会と相談してないですけど、ウルトラトワラーズの方で、YouTube をまあ取って出しでですね、今日どんなことがあった、明日はどんなことがあるっていうのをお届けできるようにちょっと競技をしてみたいと思いますので、そちらの方をちょっとお楽しみにお待ちいただけたらなと思います。はい、長々と、失礼いたしましたが、体調管理には十分気をつけていただいて、7月も乗り切って世界大会をみんなで楽しみましょう。ということで、ここまでお会いいた翔士でした。